はい、皆さんこんにちは、お久しぶりです、このように声を出して、お送りする動画は5月の H7 通信以来となります。まあ、今回はすでにタイトルにも出ておりますが、同人活動について、続報が入りましたので、それについてお話の方をしたいと思います。まあ、すでにツイッターとかブログの方ではすでに大々的に宣伝の方はしているんですけども、この度同人即売会への出展が決定しました。で、私たちが出展させていただくのは今年の9月に大阪で開催されますコミックトレジャーという行事、まあコミトレという略称なんですけども、コミトレ24に出展することになりました。で、サークル名は高駅プロジェクトという名前です。そして出展場所は5号館の C12B という場所に決定しております。で、私たちは今回のコミトレで音楽の CD を自分たちで作った自作の曲を CD にして販売することになっております。価格の方は今のところまだちょっと決まってないんですけども、できるだけ低価格でご提供できればというふうに考えております。もしこの動画をご視聴くださっている方でコミトレに行くよという方がいらっしゃいましたら、この C12B という場所は比較的5号館の入り口に近い場所にありますので、名前だけでも覚えていただければというふうに考えております。視聴器もご用意しておりますので、そちらで曲だけ聴いていくということもできます。お気軽に立ち寄っていただければと思います。はい、というわけで、あまり長くなってはいけませんので、これでコミトレの出展場所について、決定した件についての動画を終わります。ありがとうございました。